はパッツン前髪だから、その流す用にさ切ってないからさ、そのすごいなんていうの、綺麗には流れないんだけど、もともとパッツン前髪をさ無理に今流してるから、ちょっとあれなんだけど、違和感はあるんだけど、ちょっと今日は ちょっと今日は3期生の初日だし、大人っぽく 前髪流しちゃったりして、関係ないんだけれども それはそんなに関係ないんだけれども、まあ前髪伸びてきたのでちょっと流してみました。 なんか前髪流したことなくって、今まで私生まれてこの方、あ、でもね、小学校4年生とかの時はもうセンター分けでおでこ出してた時もあったんだけど、もう生まれて20年近くは多分パッツン前髪で来たので、前髪を流すという工程をしたことがなくて、そもそも、そうだから、インスタでね、サーヤ、なんか NGT で前髪流してるのってサーヤとマリナさんだけなんですよ、実は。みんな結構パッツン系の前髪で、だからインスタでサーヤとマリナさんのインスタ調べて前髪研究して そう、どうやって前髪巻いてるんだろうと思って、インスタを見て、2人のインスタ見て前髪を研究しました そう、それで2人のインスタ見て、今日は前髪をちょっと流してみました。そう、ここまでなんかしっかりなんか流し前髪みたいなのって初めてで ファンのやり方、そう、なんか参考にできる身近な人が2人だったから、そう、サーヤとマリナさんの前髪の巻き方を参考にさせていただいて前髪を巻いてみました。でもなんかすっごく見慣れないね すっごく見慣れない、まあ、もうちょっとしたら美容室行く予定があるので、その時に前髪切るんだけど そう、でもちょっとまだ美容室行くまで日にちがあるから この長い前髪をどうしようかと思って、ちょっとせっかくだから前髪を流してみました でも私は自分的にはやっぱり普通に今まで通りのパッツンの前髪の方が落ち着くから、そう、てかそっちの方が多分見慣れてるから、そっちの方がいいなって思うんだけど、ね、意外とこっちの方が好きな人とかいるのかな、流し前髪の方が好きとかいます？なんか私は自分でやっといてなんだけど、普通にパッツンがいいから 早く前髪切りたいんですけど ちょっとまだ切りに行けないから、ちょっと今日は流してみたんだけど、意外とこっちの方が好きな人とかもいるのかな。うん、私はちなみにだけどパッツンの方がいい そう、この配信が終わる頃には見慣れてるかな、どうかな、そうかな まあでも今日のねメインはほら3期生ですから、みんな私の声なんて副音声程度に思っていただけたらいいので、私の配信は別に見なくてもいいんですよ、音だけ聞いてれば 最悪音だけ聞いていただければ全然よくってですね、今日の主役は3期生ですね、なので私の前髪など気にしないでください、それは特に気にしないでいただいて 今日のメインは3期生ですので、はい、でなんか初日ね、もうこのあといよいよ12時から始まりますけど、今頃3期生何してるんだろう 多分11時45分に劇場で売る写真撮影を45分にして、で50分とかに影穴、50分55分ぐらいに影穴とかだから、今は多分めっちゃバタバタしてる頃かもね、着替えて「早く着替えて!」って言われてそう。なんかそう、
あの 40分までに仕上げて45分に写真を撮るっていうのがなんか基本なんですね。そうだからもう着替えてないとやばいんだけど、多分着替えられてない人もいるんだろうなと想像する。だいぶわちゃわちゃしてそうな気がしますね、うん、でも自分たちの公演初日の時の記憶あんまなくて、あの、まあ、私とゆなこはなんかそのテニーさんの中継で劇場から中継をさせていただいたのね。だからその時の記憶はあって、で中継するのにまだ衣装を見せられないからって言って、あの時パーカーを着てあの配信っていうかそのテニーさんの生中継出て、でその生中継が終わった頃に劇場に戻ったらもうみんな時衣装着替えてて、あ私たちも着替えなきゃみたいな感じで結構バタバタしてた記憶があるから、やっぱり多分今の3期生も今頃すごいバタバタしてるだろうなって思うし、どうだろう、緊張して泣いてる子とかいるかなどうかな。なんかそのさ、これは本当私たちの問題でもあるんだけど、その3期生に劇場公演っていうものをちゃんと見せれたことがなくて、本当なんか今ユニット公演だから、なんか今までだったらね、昔私たちが劇場デビューする前に先輩の誇りの丘公演とかを見て見学して、あ劇場ってこういう感じなんだって学んだ上で自分たちの劇場公演ってやってたけど、3期生には多分その卒業公演見に来たメンバー、例えば奈々子さんの卒業公演に萌ちゃんが見に来てたりとか、あゆたろさんの卒業公演にゆうはちゃんが見に来てたりとか、多分そういう先輩の卒業公演を見に来たことがあるメンバー以外はそもそも劇場公演っていうもの自体を見たことがないまま本人たちが初日を迎えてしまうので、それがなんか逆に先入観みたいなのがなくていい風になればいいんですけど、全くでもその劇場公演がどんなものかあまり分からずにステージに立つことが果たしていいのかどうかって思うとちょっとね、分かんだから、それがねすごい不安というか、なんかみんながどういうステージを作り上げるかっていうのがすごく楽しみで、逆に先入観がないからこそなんか自分たちらしいいい公演ができるのかなとも思っていて、どうなんでしょうね、うん、エンジンね、3期生のエンジンは何なんだろう、気になりますね。ちょっとそれはさすがにさ見れないからね。ちなみに私たちのエンジンは番号 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 研究生行くぞ、シャーだったんですけど、研究生公演の時はそう番号っていう人はね、いつも誰が言ってたっけな、なんかその時々によって違った気がする、今日はあんたがやれよみたいな感じで、なんか番号研究生行くぞって言ってた気がします。日替わりみたいな感じだったけど、え、どうなんだろうね、誰がエンジンの声をかけるんでしょうか、気になるねそれは、うん、でまださ DMM 開けないよね、もうずっとやってんだけど、この公演は準備中ですしか出てこない。影穴誰だと思いますか、みんなの影穴予想聞きたい。私たちの時って影穴最初誰がやってた影穴誰がやってたっけな、覚えてます、初日公演誰が影穴やったかとか全く記憶がないんですけど、どなたか覚えてたりしますか。あ、みんなの予想優派が多い、名簿順、あ、名簿順だったっけ私たちの時、あ、なんか名簿順だった気もするな、え、私たち研究生公演の時さ名簿順でやったよね確か、そうだ名簿順でやったから、チカナからだったのかな、そうだね多分、え、そうかも、名簿順でやったわ。で、あ、もしかしたらあれかも、影穴の人がエンジンのあれ言ってたかも、番号とか、
それで一致させてたっていうか、そのあんたがやれよじゃなかったかもしれないその鍵穴の人が声かけてたかも、エンジンの声も、ね、3期生も名簿順かな、名簿順だとリリノちゃん、新井リリノちゃんかな。確かに名簿順な可能性あるねあんたがやれよそんななんか押し付け系ではなかった、すいません、私の表現が間違ってましたそうだね、リリノちゃんかな、うん、どうだろう、なんかね、その初日のこのだから今から始まる公演を見に行って、3期生にまあ声をかけたりとか、あとなんかそのみんなのそわそわしてる雰囲気とかエンジンとか、その初めての瞬間を見に行こうかなとも思ったんだけど、そうなんかそれってもう初日にしかないものだからさ、なんかその初日のバタバタ感、そわそわ感みたいなのも見に行こうかなって、初日一番最初の昼公演声かけに行こうかなとも思ったんですけど、なんかこの前公演のねリハを見させてもらって、なんだろう、私はみんなへの、その3期生のみんなへのなんだろう、アドバイスとか声かけっていうよりもファンの皆さんに向けてのなんだろうな、説明じゃないけどファンの皆さんに伝える、リアルタイムで伝える方がいいかなって思って、あの昼公演はDMM で見守ることにしました直接見に行こうかね、すごい迷ったんだけど、ファンの方と一緒に見ることの方が大事かなってちょっと思ったので、そうなのでね、ちょっと昼公演はこうして皆さんと見ることにしました。なんかファンの皆さんが、そうなんか初めてのその劇場のそわそわ感みたいなのもすごい見守りたい気持ちはあったし、なんかそこをなんかアドバイスできることもねあったかもしれないけど、なんか初めて見る人からだって、劇場にさ来る方よりもきっと DMM で見守る方の方が多いと思うから、初めての劇場デビューを見守る人から見てなんかどういう風に映るのかっていうのを客観的に見たいなとも思ったので、そうだからまあ公演に入劇場に入って見るのはいつでもできるかなと思うけど、この初めての瞬間ファンの方と一緒に感じるのが大事かなって思ったのであえてはい DMM で見ることにしました。うん、定点で見ようと思ってます。え、みんなはどう？私は定点で見守ろうと思ってるんだけど、そう、あ、いけたいけた、定点にしますね。でもなんか私のさ定点よく止まるんだよね、だからちょっとあれかもしれないけど、カメラへのレッスンもまあそれはアーカイブでまあ見れるから、リアルタイムでは定点で見よっかなと思います。はい、あとでまあアーカイブとかで、うん、カメラ目線はどういう風にしてるかなとか見ようかな。そう、なんか定点さ、え、止まんない？なんか私さ DMM 何の時もそうなんだけどさ、定点で見てるとなんか止まるんだよね、すごい、なんでなんだろう、なんか普通に見てるよりもさ定点で止まりやすくない？たまに止まる、そうだよね、なんかめっちゃ止まるんだよな私の、だからそれがちょっと怖いけど、うん
どんな感じなんだろう、どんな感じなんだろうもそうだし、でも私は一回そのリハを見たから、その公演の内容的な部分はさ分かってるわけじゃない。ただそれが初日になった時にその練習してきたものがどれくらい発揮できるかっていうのが、あのメンバーとして気になる部分ではあるし、なんかファンの方がこの初めての3期生の公演を見てどういう風に感じるのかなっていうワクワクもすごいあって、そう、なんか同じメンバーの立場として、なんかこの劇場デビューの日がね、みんながなんかどういうパフォーマンスをしてくれるかっていう楽しみもあるけど、ファンの皆さんのリアクションというか反応がの方が結構、そっちがメンバー目線か、メンバー目線で言うとファンの皆さんがどういう反応をしてくれるかの方が結構気になる、ドキドキする、そっちの方が3期生大丈夫かなみたいな、3期生の劇場どうかなっていうドキドキよりもみんなの反応の方がやっぱり気になりますね。もう私はもう今2つの心臓が持たなさ2つ心臓があって2つとも心臓持たないぐらいドキドキしてます大丈夫かな、もうなんか出る人よりも見守る人よりも緊張してそう、私すごい出る人は意外とワクワクしてるかもしんないよね。なんかそのなんだろう、私そうだったんですけど、やっぱアンダーに出るってなった時は先輩しかいないところに自分だけ入るから、その今まで練習もさずっと一人で練習してたところに一気に先輩のところにポンって入れられて、で一緒に踊るってなった時に、その例えば立ち位置間違って先輩にぶつかっちゃったらどうしようとか、そういう不安の方が大きかったんですよ、アンダーの時はね。でも研究生公演はもうそのメンバーでずっと練習してるし、いつもいるメンバーだから、やっぱ緊張よりも楽しみの方が大きかったんですよ。アンダーデビューほど緊張することはないっていうぐらい、劇場に関してはその同期でやる公演っていうのはそこまで緊張した記憶はなくって、なんかみんなで頑張ろうって支え合えるから、そうだから意外と出る人はなんか楽しんでるかもしれない、まあ、緊張してね、もしかしたら泣いてる人とかもいるかもしれないけど、なんか同期だからこそなんか支え合えるじゃないですか、始まるまで背中叩き合ったりとかだから意外と出る人はそこまで緊張しないかもしれない。なんか緊張さみんなで共有できるじゃない、そのアンダーデビューみたいな感じのと違って、なんか意外となんかリラックスしてるんじゃないかと予想してる、まあ、緊張はするだろうけど意外とね、なんかそんなにガチガチにはなってなさそうな気がする。だしツアーとかでもファンの方のステージ、ファンの方がいるステージに立ってるから、まあ、ツアーよりもねお客さんとの距離が近いから、その面ではもしかしたら緊張するかもしれないけど、今まで会ったことない距離感じゃないですか、ステージとの近さって。ツアーでいくらファンの方の前に立つことが慣れててもやっぱり、うん、そこに関しては多分初めてだから、そういう緊張はあるかもね、ファンの方との距離の近さ、自分が見られてるっていうのがもうなんだろう、ツアーよりもよくわかるじゃないですか、うん、だからそういう部分ではもしかしたら緊張はするかもしれないよね。でも仲間なので一緒に出てる人が全員だから、そんなにもしかしたらガチガチにはならずに楽しめるかもしれないですね。なんか見守る方が緊張する見守る方が緊張しちゃうくらいかもしれない意外と、うん、確かにその前にねおしゃべり会とかもねあって、ある程度ファンの方の顔とかも覚えてきてるもんね。だしなんかあれじゃないですか、初日公演グッズ買ってくださった方がさ、なんか優先されて入れたりとかもしてたから、よりも自分たちの知ってるファンの方がいるって考えたら意外とね
なんか楽しんでできるかも。自分の知ってるファンの人だって思えたら、その意外と、まあ、近さはあったとしてもそんなに緊張はしないかもしれない。あの人来てくれたんだ、あの人来てくれたんだみたいになるかもしれない。うん、ファンの方の存在はだいぶ心強いと思います。知ってる、自分の知ってるファンの人が一人でもいるだけでやっぱり多分安心できると思うし、なこの人にレス送ってみようとか思えると思うから、もうさ自分たちの全く知らないファンの人の中でやるアウェー感も知ってるからありましたからね。はい、もう忘れもしないね、あのアウェー感はねそういうことを考えたらやっぱり自分の知ってるファンの方が一人でもいると安心する部分は絶対にあるし、だってそのグッズを買ってくださった方が入ってるわけだから、自分のグッズを持ってる人もさ いるかもしれないじゃないですか。そう考えたらやっぱり、うん、だいぶ安心できるんじゃないかなって思いますね、うん、いやいっぱいありましたよ、アウェー感を感じる声もう心が折れるかと思ったあの時でももう今日の公演は3期生だけの公演だし、3期生のグッズを持ってる方とかがいっぱいいるわけだから、そうですよ。音来た、嘘、私のところには流れてないんだけど、なんでだろう。普通のカメラにしてみようかな。ああ、普通のにしたら流れてきた。定点だと流れてなかった。そんなことない、もう一回定点に戻してみる。ああ流れてた、流れましたいけたいけたどうだろうな。まあ始まるまでは始まるまでは何も言わないけど、うん、どうかな。そうだね、二重は普通にパーティーが始まるよ公演だね。なんかあれじゃない、初日終わってから初日の写真とかが使われたりとかするんじゃない。ちょっと1回目こそね二重真っ白だけど、今後3期生の公演の写真ができたら二重になるかもしれないし、ね、なんか声が聞こえるんだけど何喋ってるか全然わかんない。なんか声聞こえたよねなんだろう、鍵穴のマイクの電源入れっぱなしにしちゃったのかななんか今かすかに声が聞こえたんだけど分かんなかった。スタッフさんの声かな、なんだ。あーアナウンスか、なるほどね。え、音消えました。うん、なんか音が勝手に切られたのかさ、止まったのかよく分かんなかった。止まってた、困る。もうすでに一回止まっちゃった、大丈夫かな今。え、音切れたからさ鍵穴始まるのかと思ったら何も音流れなくて、えって思ったら普通に画面固まってただけだった。二重だと分かんないよね。なんかさ換気休憩の時みたいにこういうさあれが流れてたらさ、ただいま換気休憩中ですのでみたいな流れてたらさ、あ止まったってわかるけどさ、二重マジでわかんない、止まってるか。音消えた、なんで止まってたよ。
君のことまだずっと好きでいると伝えたい。どうしようもないことってあるよね。あ、え、消えた。ねえ、止まってんのかさ、わかんないんだって。止まってた。止まりすぎじゃない？わかる？2回も止まっ、もう止まっちゃった。君によく似てる誰か。ゆなこ。それだけ素敵になったと開き直ろう。そう、定点で見てる。めっちゃ止まる。定点画質落とした方がいい。あ、なるほどね。分かった、落としてみる。ハッとしたのは、メンバーみんなこれ踊れるよ。開演のオープンテラスふと聞こえ、あ、来た。ハッとしたのはどうしてだろう。うん、安藤さんの声。諦めるのは簡単だけれど、もう味がしないガム、いつまででも噛み続けたい。思い出いいじゃん、思い出したくなる。君と僕のあの頃、今も輝いている。一瞬一瞬充実した時間、どうしてるの？君はどうしてるの？そうさ、僕はこうして恋のかけらを探してる。どうしようもないことってあるんだ。デデ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 デもうやることないかな、ツアー終わったから3人バージョンとかまたやんのかな、どうだろう。一回ね、あのサマーソングセットリスト公演で3人バージョンのツアーじゃないやつやったけど、もう覚えてないよどっかまたやる機会あるかな。わかんない。高速道路は渋滞中、赤いテールライトがネックレスみたい。ジェン似てた
この恋も終わりだね。ヒノがこうやっていつも歩いてる。うん、見てたら覚える。いや絶対完璧ではないと思うけど。ところどころめっちゃ見よう見まね。絶対合ってないけど。あった。ここ全然わかんない。何してるか。横から腕を伸ばして鳴らすため息のようなクラクション。あなたは焦ったかもしれないけど。誰だっけ、なんかひののさ、ナイキドが好きみたいに言ってた人、誰か言ってたよね。パーティーの振り覚えてますか？もちろん覚えてるよ。あんだけやったからね。覚えてるし、先輩みんな踊れるから、なんか3期生がリハやってる時とかもみんなその曲に合わせて踊り出すって感じ。はい、フォローしました、ありがとうございます。逃げようがなくてずっと自然渋滞。ここめっちゃかっこいいよね、最後なんか5で下ろすらしいけど1,2,3,4,5 って言ってた。始まりました。私のところにも影穴がやってきました。すごいね、拍手の音大きいね。頑張れ。あ、ユーハだ、ユーハだ。うん、ユーハだね。頑張れ。予想当たりました。うん、声で大体わかる。うん、返事したどうぞどうぞ。 DMM でご覧の皆さんは返事してあげてください。はーい、you
やばい、鳥肌立ってくる、ドキドキしてドキドキして鳥肌立ってくる。ドキドキする。緊張してるかな。ちょっと緊張してる感はあったけど、声的にどうだろう。ね、声ちょっとなんか震えてるっていう、緊張してそうな声だったね。ここ私の声めっちゃ聞こえない？私はどっちかっていうと、なんか3期生の公演に対してのなんか心配はそんなになくって、なんかこの前リハも見たし、なんかもうあとは楽しんで頑張っておいでみたいな気持ちなので、なんだろう、みんなの公演に対しての不安はそんなに今はなくって、もうみんなの反応の方がなんかこうなんかドキドキする、すごい。そうもうね、みんなのことはねすごく信じてるから、頑張ってくれると。なのでみんなの、うん、パフォーマンスの緊張っていうよりかは、なんかみんながどういう反応してくれるかの方が私はすごいドキドキしてる。あ、でもグッズ持ってる方いらっしゃいますね、うちわとかね。あのなんか名前のサイリウムあるじゃん、推しなんか名前のやつ。でもみんなやっぱ普通に棒のペンライト持ってるね、こう定点で見る感じだとまあそっか、それぞれの推しサイね作ってるからね、名前のやつよりもきっと見やすいんだろうな。なんか知ってるファンの人が何人かいるけどね、見えてるよなんかめっちゃ見えてるよって感じですけどどうかな、めっちゃドキドキする。あー、かわいいね、みんな。なんかやっぱ8人って少ないね、こうやって見ると少ないけど、めっちゃなんか懐かしい感じする。めっちゃ揃ってません？めっちゃ振り揃ってる。そう、8人でやってるから歌割りがだいぶ変わるんですよね、私たちがやってたのより。なんか2つの歌割り一気に歌ってたりとか、そう立ち位置もだいぶね違うので、でもめちゃくちゃ揃ってる、本当に。
すごいなんかおもちゃガチ動きな人いるけどすごいガチ動きな人がいた。ロボットルアちゃんかな。めっちゃ綺麗じゃない？すっごいさ揃って見えるんだよね。大丈夫だよ。予想してたより仕上がってる。そうなんかね、すごいみんながたくさん練習してきたんだなっていうのは感じる。なんて言ってたか聞こえましたか私はもう答えを知ってるからあれなんだけど、今のとこなんて言ってたか分かりましたかすっごいここも練習してたよ。なんかみんながちゃんと聞き取れるように、もうこれを言ってる言葉だけめっちゃ練習してた。お、正解。みんなようこそ三期劇場へ。正解。やっぱちゃんと聞き取れてるから練習してる甲斐があるよね。本当になんかめちゃくちゃ揃ってて、みんながねいっぱい練習して細かいところまで揃えてきたんだろうなっていうのがすっごい伝わるなって思って、なんかさもうさこの曲の流れが懐かしくない？めちゃくちゃ。もう曲の流れが懐かしすぎてさ、はぁってなる。ここ一人で歌うの大変だよね。今まで二人で歌ってたところをさ。初めてありがとうございます。ヤマイティーチャーって音低いよね。めっちゃ歌いにくくない？ねえなんかさめっちゃ細かいこと言っていいですか？靴下下がってきてんのめっちゃ懐かしくないですか？パーティー公演のこの紺のソックスマジで下がってくるの。それでなんか皆さんこんにちは NGT48 ですってお辞儀したタイミングで靴下みんな直すなんかもうそれすらも懐かしい。絶対そうなるんだよね。だからちょっと靴下止めるやつのこと教えておくね。今度パーティー行く時いつも塗ってた靴下下がんないように、あの靴下ソックスのりみたいなやつ、あれ劇場にあるからちゃんと教えとこう。靴下下がんのよこの曲。ちょっと伝えるの忘れてたわ。ソックスたちあるんだけど、多分3期生は存在が分かんないと思う教えとかなきゃ。みんな靴下下がるよね。でここがなんかめちゃくちゃ大移動なの。歌いにくいよね、低いよね。すごいなんかリリカめっちゃ緊張してそう。でもねリハの時もそうだったんだよな。なんか
まっすぐ、なんかリリカってすっごいまっすぐって思いました、リハの時も。うわ、めっちゃゆなちゃん大移動なんかめっちゃ大移動してた。なんかさ、ゆめたんのさ出来事をでバンってやるののさ記憶がありすぎてさ、ゆなちゃん今やんのかなってめっちゃガン見してたらめっちゃ大移動してたそんなことやる余裕はなさそうなぐらい移動してた。これ誰だろうな。めっちゃ歌うまいよね、りんごちゃん。めっちゃここの二人がすごい支えてる感がすごい。なんかルアちゃんめっちゃ踊り綺麗なんですよ。もしかしたらね、あの定点で見てる方はちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、すごいその曲によってね表情とかを頑張ってるメンバーもいるので、もしだったらね、まあ後でアーカイブ見る時でもいいんですけど、ちょっと表情にもぜひね注目してほしくって、なんかあこの子すっごい表情作るの上手、作るのって言ったらなんか作ってるみたいになっちゃうけど、なんていうの、表情管理がすごい上手な子とかいて、そう、そこもねちょっとぜひ見てほしいです。めっちゃさみんなさ頭の位置が揃ってると思わない？なんか頭下げるところは下げるみたいな、なんか高さが揃ってる、すごい。とかはるちゃんとかもえちゃんとかさ身長高いからさ、そのちっちゃい子に合わせるのって大変だと思うんですけど、めっちゃ揃ってる、すごい。なんかとにかく合わせたんだろうな。私は知ってるよ、身長が高い人が合わせることの大変さを。なんかさ8人でさこれができるのがすごくないですか？なんて言ったらいいの、なんか私たち当時16人とか18人でやってたじゃないですかこの曲。なんかその人数でも結構3曲目はしんどくなってくるなんかハーハーしてきちゃってたんだけど、なんか8人でこんだけ振りも揃ってて、なんか声もさ息切れしてる感じがあんまり感じないじゃない、なんかすごいなって。体力がある。まあでも疲れるよね。わっ、レス送ったぞめっちゃレス送ってた。いいね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 、みんなレス送りまくってるよはい、変身ポーズは、あ結構クセ強そうな変身ポーズありまして、めっちゃスクショ撮りたかった。誰が何のポーズしてたかちょっと解説したいレベルで、ちょっとちゃんと癖強そうなポーズしてましたね。なんか変身なんか可愛いポーズとかじゃなくて結構癖強そうだったよね。いいね、頑張れ、あともうちょっとだよめっちゃなんか止めるところのさ止まり具合がすっごい綺麗。
そうね、セリがね上がらないんだよね。みんな気づいたかもしんないけど、この時だってセリ上がってるもんね、本当は毒リンゴってね。そうなんだよね、そこがね。そう、 LED もね開いたまんまだしね。それはちょっと、うん、という感じ。これねめっちゃしんどいよね、3曲終わった後さ MC しなきゃいけないの絶対大変。踊り終わった後の MC ってめっちゃ喋んの大変なんだからね。え、手拍子っていうか拍手ね大きいし長い長い、とても拍手が長い。あ、靴下直しましたすごく手拍子が長いすごい。なんかあんまりさ緊張してる感がないんだよね。なんかだってさ一期生さんの時のさ公演初日の時もさ、あの萌香さんがめっちゃ泣いてたりとかさ、私たちのさ研究生公演初日の時はチカナが泣いてたりとかさ、なんかもう緊張してと、なんか公演できてなんか涙みたいなのがあったけど、なんかすごい堂々としてない ?3 期生ってこんなになんかトントンと自己紹介進んでるのあんま見たことないよね初日ですごいみんなすごく堂々としてる。なんだろう、ツアーとかの経験値がやっぱあんのかな。ステージにねもう立ってるっていうことがあるっていうのもあるだろうし、もちろんいっぱい練習してきたのもあると思うけど、劇場よりも大きいステージに先に立っちゃってるからなのかな。すっごい堂々としてるよね。緊張して自己紹介できない人とかいなさそうね。すごいな。すごいよね。やっぱりあれかな、おしゃべり会とかもやっててファンの方との交流がもうあるからっていうのもありそうだね。なんか知ってるファンの人がいるってやっぱり大きいんじゃないかな。でもさ私たちもさ研究生公演の前は握手会とかあったよね。握手会もあったし、まあ大きいステージに立つことはなかったか、劇場が基本だったので。なんかすごいみんな肝が据わってるっていうかさ、めっちゃ堂々としてる。ね、なんかすごいよね。どうですか？みんなのパーティー衣装の姿は。新鮮かな。どうだろう。なんかこうやってパーティー公演って受け継がれていくんだねって思う、この衣装着てるとね。うん、
なんか私その3期生の公演が始まるにあたっての魅力はこの MC だと思ってて、もちろんパフォーマンスもそうなんだけど、今までこのまあパフォーマンスはツアーとかのさステージでもまああったじゃない。だけど MC ってなった時こうずっと先輩がいて先輩が回してたんだけど、3期生だけでやる公演はもう MC とかも全部3期生でやるから、なんかそれがねその3期生の公演が始まるにあたっての見どころかなと思ってて、3期生だけで MC するっていうの、誰が MC 回すの上手かなとかもそうだけど、なんだろう、みんなと一緒だからこう先輩がいるとやっぱどうしてもさ猫かぶっちゃうっていうかカチッとしちゃうじゃないですか。でも同期だけの MC ってその楽屋のテンションを持ってくるのは間違いだけど、なんだろう、それに近いものというか結構素な状態で MC できると思うから、それはすごくね魅力、3期生の公演始まるにあたって楽しみなところかなって思うので、なんかそれぞれのキャラクターが多分さショールームとかが始まって、ショールームとかでもそれぞれ個人のキャラクターっていうのはなんか皆さんも見えてきたと思うけど、みんなでお話ししてる姿って多分全体で全体でのショールームとかでしかまだなかったじゃない、みんなに見えるところでは。だからなんかすごい3期生の その仲の良さだったりとか、なんかみんなの魅力、公演でしか見られないなんかみんなの素に近い姿っていうのが多分 MC は見られると思うので、そこがねすごいこの3期生の公演が始まるにあたっての見どころかなって思ったりもしてます。でもなんか、まあ、今はすごいもう MC とかも本当に初めてだから、全部この話してこのメンバーにこういう風に振るねとか結構打ち合わせをした上でやってて、まあそれもねそれ通りにできればもちろんすごいことだからさ、それすごいと思うんだけど、今後なんか慣れてきたらもっとなんかアドリブ的な部分とかもこの MC では見れていくのかなって思うので、そういうのが楽しみかなって思います。すっごいこういうのが見たかった感あるよね。リリカーって感じだけど、リリカーって感じだけど、多分こういうのが見たかったんだよなってあるよね。わかりますか。なんかすごい、なんだろう、あ、最年少なんだなって感じがするっていうか、なんだろう、リリカ自身だけで見るとすごい大人っぽかったりとか、なんだろう、なんか考えてることが大人だったりするんだけど、こうやって全体で3期生だけでいる時に、あ、最年少なんだなって感じられるとこ、こういうところが多分見られるのがね3期生の公演の見どころだなってすごい思うよね。うん、めっちゃ緊張してるね。めっちゃ緊張してる。ね、そうだね、ショールームはやっぱ一人で喋ってるからさ、ショールームでその一人で喋っててその子自身の魅力とか見えてくるけど、メンバー同士でいる時にその子がどういう子なのかっていうところはやっぱ劇場じゃない、劇場の MC じゃないと見れないところかなって思いますね。うん、なんか一人一人の魅力ももちろん大事だけど、なんか3期生全体の雰囲気みたいなのが劇場公演を通してなんか知っていただいて、3期生の魅力がね皆さんに伝わってったらいいなって思いますね。すごい、でも初めての MC と思えないぐらいちゃんとしてんだよな。なんか自分たちの自分たちの初めての研究生公演の時の MC とか思い出したくないレベルでちゃんとしてるんだよな。
なんかまあそれはそれで私たちの時のすごい初々しさがあったんだろうけど、なんか初めてとは思えないぐらいちゃんとしてるんだよね。ね。さあみんなのユニット予想は当たってるんでしょうか。みんなのユニット予想は当たってるでしょうか。懐かしいね。なんかこの衣装でスカヒラを踊ってると、なんかドラさんで初めてスカヒラ踊った時めっちゃ思い出す。そうなんですよ、もしかしたらねみんなスカヒラの衣装を楽しみにしてたかもしれないけど、そうなんです、実はこうユニットも全部この衣装でやるんですよ。そうでもこの衣装でスカヒラ踊ってんの、なんか私たちドラさんの時なんか握手会の神戸かな、神戸の会場でステージ、ドラさんみんなでこの衣装でスカヒラを踊ったから、なんかすごい懐かしい感じする。そうなんだよね。いやうん、ちょっとみんながどう思うかなって思ってて、そこの部分を今回衣装がね変わんないんだよね。そうあと4人なんですよスカヒラが、まあ、8人でやってるから結構人数編成のチェンジはあるかな。うんそうだね、そうだね、5人でやってんだもんね本当はこの曲。8人でやるってなると人数、それぞれの人数調整がだいぶ変わってくるかな。ねえわかる、めっちゃ揃ってるよね。みんなのスカヒラ予想当たってた？確かにユーハはスカヒラって感じ。4人でやってると新鮮だよね。スカートふわり大賞は誰ですか？みんなの。このスカートふわりするのちょっと難しい、中にパニエ履いてるからね。私リリノちゃんのスカヒラ結構意外だったんだけど、みんなはどうですか？結構意外な感じした。なんかねスイスイはめっちゃスカヒラ感あるよね。ここだけ5人なのよ、ここだけなんかそのまんまのスカヒラって感じ。ねえリリノちゃん意外だよね。私だと個人的にさハルちゃんのスカヒラめっちゃ自分に重なるんだけど、
なんか失礼なこと言ってたら申し訳ないんですけど、私めっちゃはるちゃんのスカヒラ自分見てるみたいなんだよね。なんか身長もそうだし、なんだろう、なんかめっちゃ自分に似てるって思っちゃう。めっちゃリリカ似合う。めっちゃ似合うよね。似合うしめっちゃ歌うまいんだよな。上手だよね。ちょっとクラスメート聞いてほしい。みんなうまいんだよね。見て、かわいいでしょ。もうここ大好き。歌うま。みんな歌上手なのよ。ここはね、誰がやってもかいよね、このあの後ろの動き。かわいい。歌うまいのよ本当に。クラスメイトのみんなめっちゃ歌うまい。クラスメイト3人って新鮮じゃない？でも私たちの時も人数減らしてたよね。本当は5人？クラスメイトって本当は5人だっけ？だけど私たちの時は4人でやってて、3期生は3人でやってる。どんどん減ってってる。クラスメイトもともと5人だもんね。私たちの時も4人でやってたから。でもなんか3人ってなるとだいぶなんかイメージ変わってくるよね。ねえ、わかる。リリカめちゃくちゃ歌う上手。ねえ、ここねえ、ここのリリカ見てて。めちゃくちゃ可愛いからみんな見て。いやー、かわいい。一人で何やってんの。もう本当に可愛いんだけど。マジで一人で何やってんの。可愛いよ。もうここどうしても伝えたかった、みんなに。ここのリリカの可愛さ。サーヤと見てた時めっちゃ言ってたんだよね。リリカあれ何やってんの、めっちゃ可愛い。サヤと見てて言ってたの。そうなのよ。だからみんなに絶対に見てほしくて、私は初日公演みんなと見るって決めた。このためにって感じだけど、このためだけじゃないけど、そのみんなにもう可愛いポイントをどうしても伝えたくて、初日公演自分が見に行くよりもみんなに、みんなと可愛さを共有するために配信したに近い。本当にここのリリカマジで可愛いから。可愛い本当に。このさ、なんだろう、萌ちゃんとかルアちゃんはこうなんか動きつけながらやってるところに対して、リリカずっとまっすぐなのね。すごいリリカらしいなーってめっちゃ思ってた。結構ね、何の曲もそうなんだよね、まっすぐ。でもこれからなんかちょっとずつ動きがついていくのも楽しみだなーって思ったりもしてて、棒立ちが悪いわけじゃないんだけど、そう、それもすごい楽しみだなと思ってます。今後
これねすっごい練習してたからみんな本当に聞いてほしい。私も黙るね、ちょっと本当にめちゃくちゃ練習してた、すごかったよ。これめっちゃ上手なの。ねえ、すごいよ。ねえ、そうよ、すごいの。すごい、めちゃくちゃすごくない？本当にめっちゃ上手。わかる、鳥肌立った。本当にすごい。なんかこの曲さ、この衣装でやるの結構新鮮じゃない？今まで割となんだろう、あ、意外としっくりくるって感じだけど、この衣装でこの曲が一番結構斬新な感じする。
でもさ、萌えちゃんとさ、わかる、スイスイめっちゃ意外じゃない、この曲。そうなの、スイスイって感じじゃない。でもわかる、なんかはるちゃんと萌えちゃんはわかる、すごいわかる、似合う。スイスイ結構意外だよね。スイスイスカヒラがハマりすぎちゃって結構意外だったんだけど、でも一人まあ2曲ぐらいやってるから、まあそうかって感じ。そうそう、確かにスイスイ星飲んでも似合いそう。はるちゃんめっちゃ似合うよね。なんかスカヒラは自分見てるみたいなんだけど、ハルチュンのキスダメめっちゃわかるわーって感じ。萌えちゃんがね、なんかこの曲の踊り方がめっちゃね好きなんだよね。わかる、身長的にめっちゃいいよね、この萌ちゃんとはるちゃんが身長高くて、スイスイがこう真ん中でめちゃくちゃ綺麗に見えるんだよね。わかる、ここの感想の振り付け見ててほしい。ここのね、萌ちゃんの踊り方すっごい大きいんだよね。難しいよね、私キスダメやったことないからわかんないんだけどさ、難しいと思うんだよね。ねえ、めっちゃ良くない？ね、めっちゃいいよね、感想のダンス。そう、星の温度がさ、今回その LED を使わないから、あのその分照明でやってて、そうだからね、 LED のない星の温度ってどうなってんのかなって結構思って、どういう風に見えるのかなって思ったんだけど、でも照明でもなんかちゃんと、なんだろう、星の温度感が出てるというか星の温度結構みんな意外かもしんない。
帰りバリのカメラ目線。そりゃね、あれは初日でやられたら私が困るわよ。決して私たちがさ、めちゃくちゃふざけてたわけでもないけど、初日にやることでもないから、絶対に期待しちゃダメよ、それ押し付けダメだから。私たちの3期生は3期生の公演ですから。ルアちゃんの声ってめっちゃ可愛いね。ルアちゃんの歌声めっちゃ可愛くない？なんかさ、ちょっと前のさ配信でさ、私が3期生は全員星の温度が似合いそうって言ったじゃないですか。でもなんかいざこうやって見ると意外かもって感じがするのはなんでだろう。なんかそう、この前の配信で話してたのは、ニキドラさんってキスダメが似合いそうな人めっちゃいっぱいいるけど、3期生って星の温度が似合いそうな人いっぱいいるよねっていう話をねしてて、そう、なんかそう言ったことわかるじゃないですか。でもいざこの星の温度この4人でやってると、なんかあ、この4人なんだって結構そういう感じがして、そう、結構意外だったかも。懐かしいね。まあ確かに衣装、そっか衣装もあるか。星の温度のあの衣装がね、印象的すぎるからね。確かに。ここね、見てて、なんか今まで LED だったから星がこうキラ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 ってなってたんだけど、 LED がなくなって照明になった分、照明もなんかその星みたいになってんの。あのちゃんとなんかこうふわんって消えてく感じ、わかりますか？光よく見て、なんかふわーってじわーって明るくなってシュンって消えんの。そう、なんか LED に LED じゃなくなっちゃったから、私もどう見えるのかなってって思ってたんだけど、なんかやっぱりその分照明がすごいあの LED の役割を果たしてて、ちゃんとなんだろう、それらしく見えるんだよね。そうだから、なんだろう、今までのその NGT48 のパーティー公演を知っちゃってるから、 LED がないことに物足りないなって思っちゃう人とかももしかしたらいるかもしれないんだけど、なんだろう、これは3期生の公演だから、なんか3期生は3期生のためにこうやって LED も作ってもらってるわけ、 LED じゃない、照明も作ってもらってるわけだし、なんかちゃんとそれらしくなってるから、なんかこれは3期生のパーティー公演、なんかそこをみんなにはすごく理解してほしいなと思ってて、そのやっぱり今まで先輩がみんなパーティー公演っていうのを経験してきちゃってるからこそ、どうしても見比べられちゃって、3期生がどれだけいいパフォーマンスをしてもそうやって物が変わっちゃったりしてるから、なんかなんて言ったらいいんだろう、3期生の悪い部分じゃないじゃん、それって。セリが上がらないとか衣装が変わらないとか LED が光らないとか、なんかそれって3期生の原因ではないじゃない。だからなんて言ったらいいんだろうな、全員が同じパーティー公演をやってるからこそどうしても見比べられちゃうんだけど、3期生は3期生のパーティー公演だから、なんかやっぱ一番のメインってみんなのパフォーマンスだから、確かになんかそういう部分ではあれって思っちゃうことがあるかもしれないけど、
なんかあくまでもみんなの3期生のパフォーマンスの成長度とかをこれからはすごい見てほしいなって思っていて、だからね、もしかしたらそのパーティー公演って、3期生がパーティー公演やりますよって言った時に、期待したものとあれって思っちゃった人がいたかもしれないけど、なんかこれをこれはこれで3期生のパーティー公演として、なんかこれからを楽しみにしててほしいなっていうのをすごい思うし、なんか私、これはすごい私個人的な意見なんだけど、なんかそのセリガーとかレディーガーとか衣装ガーとかに関わらず、とにかく3期生のパフォーマンスとしてはめちゃくちゃいいなって思ってて、なんか振りも本当に私たちよりも揃ってるんじゃないかってレベルでめちゃくちゃ振りも揃ってるし、その堂々としてる部分だったりとか、本当にね、私はすごい3期生がみんな頑張ってやってくれてたんだな、頑張って練習してきたんだなっていうのをすごい感じるから、なんか逆にだからこそなんかみんなにあれって思われちゃうのがすごいね、嫌だなっていうか、みんながすごい、なんだろう、こんなに頑張ってたくさん揃えてるからさ、なんか3期生のパフォーマンスをすごい楽しみにしてほしいなって思いました。なんかまあ確かに衣装とかね、気になるところはあるかもしれないけど、うん、なんかむしろ私たちは逆にそのセリとか LD とかに助けられて公演してたのかなって思っちゃうくらい、なんか3期生のそのパフォーマンスそのものがよく見えるというか、そうシンプルだからこそ3期生のパフォーマンス力がすごいなんか問われちゃうじゃないですか。でもなんかそれになんか劣らないというか、むしろもう本当に初めてですかっていうレベルで私はすごい揃ってるなって思いました。うん、まあ考え方というか感じ方は人それぞれだと思うけど、そう、私はそう思ったかなと思います。そうだから本当にね、逆に今までと違うところを探すのも楽しいかなってって思ったけどね。なんかこのハルチュンの感じがすごい、なんだろう、素の感じというか3期生と一緒にいる時のハルチュンって感じがして、私すごいいいなって思ってんだよね。なんかそう、はるちゃん多分ショールーム始まってからだいぶみんなの中で印象も変わってきたかもしれないけど、3期生の中だとさらにだいぶイメージ変わってくる。 TikTok とかでもね、なんか全力はるちゃんとかあるからさ、多分みんなの印象がだんだん変わり始めてるかもしれないけど、なんかすごいこうやって3期生しかいないからこそ、なんかそれぞれの素がね、こんな感じで出てきてくれたら嬉しいなって思ってます。そう、なんかそれぞれのね、個性がこれからもっと出てくるといいなって思います。ね、そう、3期生だけの MC が私はすごい楽しみ。はじめまして、ありがとうございます。ありがとう。なんかめっちゃ今何時、1時か。なんかめっちゃはじめましての方がたくさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。今ちょっと3期生の初日公演見ながらなのでね、あんまりコメント読んだりとかじゃないけど、初めましての方がめっちゃ、ぜひフォローしてください。
かる、めっちゃ早いよね。なんかもうさ次の曲が何か分かっちゃってるじゃん私たちはさ、なんか早いって感じるよね。なんかめちゃくちゃ懐かしい感じがしますね。ちょこちょこピンクにしてる方とかいるとは知ってる人だなって思う。すごいねえ懐かしいよね。思い返してみるとさ3期生ってあんまり衣装着てないよね。なんかあの24時間テレビのさステージ、バンダイのステージで初めて時衣装着て、で今回初めてパーティー衣装着て、そうあの意外なんかそれのはその他さずっと T シャツ短パンだからさ、ツアーの時とかも衣装をちゃんと着てる姿って実はあんまり見たことないんだよね3期生。そうだからパーティー公演に袖を通すってなった時、そうなんか思ったの、3期生のパーティー衣装って見たことなかったっけなーって思い返してみたら、あこの子たち多分時衣装1回着ただけだって思って、うん、あそうだね、青いマクドナルドの時は暗闇衣装だったけど、そうだね、だから衣装にそもそもアイドル衣装着たことある子が結構少ないんじゃないかな、3期生がまだ何着かしか着たことないと思うからね。だからこの公演がすごい特別なものになるんじゃないかなって思います。まあ初日っていうのもそうなんだけど、やっぱ衣装をね着るっていう部分で、なんかこれからこのパーティー衣装がみんなのなんか衣装になるんだな、もともと私たちの衣装でもないけど先輩の衣装だけど、なんかすごいこうやって受け継がれるんだなってめっちゃ感じますよねこの衣装。なんか他のさ衣装もさ、時衣装ももちろんそうだし、他のいろんな衣装もなんかこう着ることあるけど、なんて言うんだろう、このパーティー衣装ほどこれは後輩の衣装みたいな感じになるのってあんまないじゃないですか。そう。はじめましてありがとうございます。誰が誰の衣装着てるかね、さすがにわかんないよ私もそれは。さすがにね、衣装見ただけであーこれはーみたいな、ちょっとわかんないけど。ね、だって桜もさ、だってそれまで先輩方がさ一日この曲しかレッスンしてないみたいな日があったぐらいさ、なんかファンの方も振りコピできるぐらい簡単ではあるけど、簡単だからこそめっちゃなんか揃えなきゃいけないところがいっぱいあってめっちゃ難しいからね、いっぱい頑張ったんだろうなって思う。
なんかさ、ここまでね通してやってみてねすごい思うんだけど、なんかゆうはちゃんのなんだろう、あーこの子がセンターなんだな感めっちゃありません？わかりますか？フォローしました、ありがとうございます。なんかなんて言うんだろう、すごい踊り方もそうなんだけど立ち姿なんだろう、なんかオーラなのかな。すごいその今までもね、そのお披露目の時も24時間テレビの時もツアーの時もそのずっとねセンターを務めてくれてて、あの3期生の中で、そうね、その時から多分もうずっとさ大変じゃん、なんかセンターを維持することってすごく大変なことだと思うんだけど、なんかここに来て公演でよりわこの子がセンターなんだなっていうのを感じるというか、なんかお披露目の時とかもセンターに立ってたけど、その時以上になんだろうセンターが似合うなって思って、そうなんかお披露目の時にセンターだったからこそさ、そこから維持することって絶対に大変じゃない？だけどもうむしろ逆というか、その場を重ねるごとにすごいセンターが似合う子になってるなって思うから、そうだからすごいね、なんか公演を通してすごいオーラを感じるというか、なんだろう意識的な部分ですごく変わってくる部分があるのかなって、そのセンターっていうのをさ何回か経験して今回公演でセンターになって、そうすごいなんだろう、そこに似合う人にさ気持ち的にもさ変わってきたのかなっていうのを感じるくらい、なんかすごいしっくりくる。そうで実はその初日の前に、その私がリハ見に行った後にあの LINE をして、3期生全体なんか私と3期生みたいなグループ LINE があるんだけど、そこでその公演を見てなんかこうもっとこうした方がいいよとかそういうのをなんか LINE で送って、なんかその一人一人もっとこここうしたらいいんじゃないかなみたいなのは あるっちゃあるけど、なんかそれを自分私からなんか押し付けるのも違うと思うから、なんか本人たちでなんか自分のパフォーマンスがどう見えてたかとかなんか気になる、聞いてきてくれたら伝えるよぐらいな気持ちでいて、なんか一人一人別になんか注意したりとかしてなかったんだけど、そうそうそう、なんか聞いてきてくれたらもっとこうしたらいいかもとか、ここめっちゃ良かったって送ろうと思ってて、全体にはバッて聞きたいことがあったら全然聞いてきてねって送った時に、そのゆうはちゃんがその後 LINE をくれて、そうなんかすごい不安そうな感じの LINE だったんだけど、でも私はそのゆうはちゃん自身が自分で思ってることと真逆のことを思ってて、すごい本人は不安そうな感じの LINE をくれたんだけど、私はむしろ本当になんかこの公演を見て、ゆうはちゃんってめちゃくちゃセンターなんか似合う子だなって思ったから、なんかそれをそのまま伝えました、本人に。なんかね、なんて言ったらいいんだろうな、そうやっぱりそこに立つだけの不安は絶対本人は持ってて、でそれをすごい伝えてくれたんだけど、そうでも私はもうむしろ逆だった、リハ見て、で今も本番見てても本当にわすごいなってめっちゃ思っちゃうくらい似合う、センターがすごく、オーラがすごい。そうでも本人はやっぱ不安だろうなっていうのはすごい思った。うん、なんかね、わかる、めっちゃセンター似合うよね、なんかお披露目の時とか以上に似合うなって感じた。
なんかさ、この照明の感じめっちゃ懐かしくない？プワーン、なんか懐かしい、ここで明るくなってみたいな、めっちゃ覚えてる。めっちゃ懐かしい、懐かしすぎてやりたくなるパーティからめっちゃ懐かしい。わー、あったー、この交差そう、なんかこうやって見るとね、すごいね、萌えちゃんのね、なんか目線の角度わかります？今さ、一番最上手にいるんだけどさ、この曲って基本振り付けがなくって、今この最後だけ振り付けがあるんだけど、とあとなんかこれとかしか振り付けがないから結構フリーな曲なんだけど、なんかすごいね、目線の送り方、いろんなところにファンの方と目を合わせようとしてるのがね、すっごい伝わるんだよね。萌えちゃんそれがすごい上手だなって思って、懐かしいね。かわいい、かわいい、スイスイ止まってるよ、スイスイかわいい、今の見ました？リーノちゃんにスイスイ押されてたんだけどかわいい、何今のあんな、なんか置物みたいに運ばれることある？すごい、なんかここまでさ、めっちゃさ振りが揃ってたりとかさ、初日じゃないぐらいに堂々としてたのにさ、ここに来てすごい初日感あるじゃんみたいな何これ、超可愛いし、誰か立ち位置間違えちゃったのかな、間になんか一個空いてるけど、なんだ今の、可愛すぎた。いや初日感ありましたね。なんかさ、ここまで完成度ってとしてはすごい私はね高いなって、なんか初日とは思えないくらいすごい堂々としてるし、しっかりしてるなって思ってて、そうなんかさ、そうだから、そうそれね、リハの時もそう感じてて、実はリハの時もすごく堂々としてたから、なんか初日でこのパフォーマンスができたらなんかめっちゃいいなって思ってて、ただなんか逆にすごい揃ってたりとか、めちゃくちゃなんだろう、 MC もね含めてすっごいちゃんとしてるから、なんかその初日感っていうかフレッシュ感みたいなのに、なんかなんて言ったらいいんだろう、があんまりなくて、それがいいか悪いかって言ったら難しいじゃないですか。なんかそのなんだろう、研究生らしいなんか
がむしゃら感みたいなのを大事にしてるファンの方もいらっしゃるだろうし、だけどなんかまあ一つのアイドルのステージとしてちゃんと完成されたものを出すべきだって思うファンの方もいらっしゃるだろうし、だからなんか多分そう思うのはそれぞれじゃない？そう。でもなんかこうなんて言うんだろう、私ね個人的にはすごいなんかなんかちゃんとしすぎててなんか怖いんだけどっていうか、すごいなんていうのかな、なんかもっと初々しさがあってもいいんじゃないかなって思うくらい、なんかいいことなんだよ、いいことなんだけどすごいちゃんとしてたの。そう、完成度が高すぎて。そう、でもなんかもっと初々しくてもいいんじゃないかなって思った部分もあったのね。そうだからそれどうかなって思って、やっぱ本番迎えてみてめちゃくちゃ堂々としてて、なんか初日じゃないみたいだなって思ってたけど、最後の MC は初日らしくてよかったですね。なんかなんだろう、ここまでちゃんとしてるからこそすごいああいう部分が見れた時にいいなって思うのかもしれないよねそれってなんか最初からああじゃ困るもんね。確かにちゃんとしすごいな、初日なのにこんなに揃っててすごいなっていうベースがあった上であれだとね、あすごい可愛いなってなるからね。すごいほんとちょっとね、そうだね、まだ次があるけれど、いやなんか本当にここまで見てみてすごく完成度はねすごいとっても良かったんじゃないかなって私は思うんだけど、どうかな。なんかとにかくみんながこの日のためにすごく頑張ってきたんだなっていうのはめちゃくちゃ伝わったんじゃないかなって思います。めっちゃ入りたくなった。お、嬉しい言葉ですね、それはすごい嬉しい言葉だね。ね、めちゃくちゃいいなって思いました。私もとにかくここまで今日のために頑張ってきたんだなっていうのはすごく伝わった。振りの揃え方もそうだし、いっぱい練習したんだなっていうのがね感じましたね。ね、よかった。なんか皆さんからの反応もすごいどうかなってちょっと思ってたんですけど、目に見えて頑張った感を感じた。そうなんだよね、すごい、たくさん練習したんだなっていうのをとにかく感じますよね。お、すごい、さっきまで公園入ってた人たちがコメントに来た。ちゃんと見えてたよすごい、私が劇場に立った人みたいな感想言っちゃった。お見送りとかで言うやつやんそれ。ちゃんと見えてたよ。違う違う、 DMM なのにDMM なのにちゃんと見えてたよ、おかしいよね。いや私も変だなって思った今DMM で見えてたよはまずいだろいや思った、私も今言ってみて、見えてたよじゃないよなDMM で見えてたよっておかしいよねどうでしたか、現地で入ってた民の皆さん。換気休憩中でしょ今。換気休憩中に私の橋見に来てくれたんでしょ。見えてたよーって、だからみんなのことフォローしました、ありがとうございます。わかる、ステージに立ってたわけじゃないのにみんなのこと見えてた、おかしいな。魂だけあっちに行ってんのかな、みんなのこと投資してたかな見えちゃってたよいや、でもそうだね、現地で見た方も今多分換気休憩中だろうけどね、どうだったかな。そうでもまあここまで見ていただいて、まあ、さっきも話したんですけど、今回その衣装がずっともう一番最初パーティー衣装のまま最後まで行くのと、セリも上がらないし LED も使わないっていうことになってて、それをね
ファンの皆さんがどう感じるかなっていうのが実は結構不安要素で、みんなのパフォーマンスに関してはもう本当にリハで見た時からすごく良かったし、今 DMM で見ててもすごく良かったなって思ってたから、そうだからこそね、なんかそっちの方が心配だった。みんなのパフォーマンスに関しては全然その心配はしてなかったというか、リハですごい良かったからと思ったんだけど、そうだからみんながどう思うかなと思ったんだけど、なんだろうな、でもね、その私たちが今ユニット公演をやってて、ユニット公演の状況を思い返してみたら全然その違和感はないと思ってて、そうユニット公演もその1公演ずっと 1個の衣装でやってきてるし、セリも使ってないし LED も使ってないから、なんかそこに合わせたっていう考え方の方がまあ違和感はないのかなというか、うん、そうパーティー公演、そうみんなが知ってるパーティー公演に基準を揃えちゃうとやっぱりあれがこれがとかって思っちゃう部分って多分あると思うんですけど、このなんだろう、今のこの状況下の中での3期生のパーティー公演だから、それこれから3期生らしい3期生らしいパーティー公演をみんなが作っていってくれると思うし、なんか私たちのパーティー公演と多分比べちゃダメだなと思って、人数もさ違うし8人でやってるから、そうだからね、なんかそう知っちゃってるからこそ、私たちがさパーティー公演知っちゃってるからこそすごく3期生に対しての求めるものとかがさ高くなっちゃってるところはあるんじゃないかなって思うんだけど、そうでも3期生の声は3期生が作っていくものだし、むしろその分パフォーマンスをすごい見てもらえるからこそ完成度ってこれからめちゃくちゃ上がると思うんですよね。そうだからなんかこれからね、たくさん劇場に、なんか私たちの時もさ研究生公演も毎日のように入ってくださってる方とかいらっしゃったけど、本当になんかそれぐらい毎回3期生公演に入るつもりだぞみたいな人って多分今まで以上にパフォーマンスに集中できると思うから、なんかみんなのいいところをより感じやすくなるんじゃないかなって思ってます。そのうん、確かにね、ファンの皆さんもコールがないからこそねじっと見れるもんねそうだからなんかそういう部分で3期生らしい、その MC の中でね3期劇場を作るみたいな話もしてたけど、本当にこう3期生らしい公演っていうのをこれからみんなで作っていくものだと思うから、そのなんだろう、ファンの皆さんも私たち先輩もそうなんだけど、自分たちのパーティー公演となんか同じような考え方は違うのかなというか、そうなんか3期生は3期生のパーティー公演がきっとあるんだろうし、なんか私たちのパーティー公演は結構どっちかっていうとうるさいうるさいわちゃわちゃ系、 MC も含めてわちゃわちゃしてたんだけど、なんかそのわちゃわちゃ感を3期生に求めるのも多分違うんだろうし、3期生は3期生の声をこれからきっと作ってくれるから、私たちは、ね、多分 今見て分かったと思うけど、3期生のパーティー公演に比べたら多分うるさかったと思うな自分たちで、なんか今思い返してみると、なんか今日の3期生がすごい堂々としてって、なんか自分たちの見るの恥ずかしくなるぐらいうるさかっただろうなってそうだから、でもあれはあれできっとさ良さがあったんだろうし、あれがあったから今の私たちがあるしてのと一緒で、多分3期生のパーティー公演もこれから3期生らしい色がどんどんついていくから、なんかまた別物のパーティー公演と思った方がいいんじゃないかなって、どうしてもね比べられちゃう部分っていっぱいあると思うんだけど、そうそうなんです。私まあそもそも人数が違うから、そう3期生らしいわちゃわちゃ感もこれから絶対見えてくるからさ、そうそうそう、だからね、そうみんなはこれからの3期生のなんだろう成長にとっても
楽しみにしててほしいなって思います。うん、そらしました、ありがとうございます。そう、私もね、だから最初聞いた時はさ、え、衣装変わらないんだとかいろいろ思ったけど、見てみたら全然違和感はなかったし、むしろなんかそれに負けないパフォーマンスをしてる3期生ってすごいなって思ったから、最初ね聞いた時はだいぶ違和感だったけど、見たらわかるのよ本当に。そうだから、そのパーティー公演、3期生でパーティー公演やりますって最初に言っちゃったからこそね、多分比べられちゃうところってあると思うんだけど、でも見たらわかる本当に。うん、見たらわかるから。そう、3期生は3期生のパーティー公演を作ろうっていう、なんだろう、気持ちみたいなのがすごく感じられると思います。うん、そうね、だからでも揃ってるように見えるけど、でも多分それぞれの表情だったりとか、やっぱりこれからもっときっとここが良くなるんだろうなっていうのはいっぱいあって、そうだから初日でこの完成度ももちろんすごいんだけど、多分今後もっと良くなる部分がいっぱいまだまだあるので、そうだからね、みんなこれから研究生公演いっぱい通うんじゃないかなって思いますね。うん、本当わかる。みんなさ歌うまいよね。私それがびっくりした。3期生みんな歌上手なんだよね。しかも8人しかいないのにさ、すごいよね。やばい、お腹空いてきちゃった。配信始める前にクッキーとプリン食べてきたんだけど、お腹空いたな。そう、3期生みんな歌うまいんですよね、すごい。あ、そうで、今までだとねアンコールが始まってとかだったんですけど、まあこのコロナ禍なのでね、換気休憩でアンコールではなくて第2部っていう形になります。そう、アンコールじゃなくて第2部、ちょっと斬新ちょっと斬新、とっても。そうだけど、それも多分そのうちすぐ慣れると思う。2部はさ、だってここまではさ、パーティー公演って何やるか大体わかるじゃないですかてかわかるじゃないですか、流れが。もう2部はね、何やるかわかんないもんね。そうそうそう、2部は何やるかわかんないので、多分みんなここからもワクワクだと思います。お腹鳴っちゃった、お腹空きすぎて確かに初日らしいね、ここからのワクワク感はね、何の曲やってくれるんだろうっていうワクワク感はあるかもね。やばい、めっちゃお腹鳴ってる。お腹すいた。